はい、それでは先日東京ドーム5月18日で、レッキーのライブ僕行ってきましたので、皆さんと一緒にあのライブを見て感想を言いたいと思います。よろしくお願いします。まあ、あの動画はですね、あの全曲撮れてないです。ちょうど Don't Forget Me が始まるところまで皆さんとちょっと一緒に感想を述べたいと思います。思い出しながら語れたらいいなと思います。はい、この写真はあの僕が撮った写真で、ライブが始まる前に、まあ、一人で行ったんですけど、秋吉っていう近くの東京ドームの近くにある居酒屋で焼き鳥一人でゆっくり食べてライブに臨みました。はい、ここあの店員さんがいい感じの人で、まあ一人で来てたんですけど、僕おすすめは何ですかって話しながら、おすすめの店員さんがおすすめする焼き鳥を、釣りだったかな、はい、食べてビールも飲んで、はい、これですね、これ一人でビール飲んで、で隣にはやっぱりレッチリの T シャツ着た人がたくさんおられて、はい、あ、これからみんな行くんだなーってしみじみお酒を飲みながら一人ライブへ向かった次第であります。はい、美味しかったです。いいよね、こうやってあのライブ振り返って語りたいなーと思ってたんで、はい、ぜひイントロジャムですね。はい、僕はあの昨年の東京ドームも行ったので、まあ、それと比較して良かった点、そしてまあ個人的にちょっと、うん、もっとこうしたら個人的に嬉しかったなっていう点を挙げさせていただければと思います。まずベースから始まるよね、これね。見に行った人は分かると思うんですけど、イントロジャム僕ドキッとした瞬間があるんですよね。ちょっと見ていきましょう。はい、やっぱねー、かっこいいっすよね。本当にアドリブでやるんだからすごいよね。 DS2 と WH10 ワウと、多分新しいファズ、後で分かったんですけど、ボスの技クラフトファズか、あれを使ってると。同時に踏んでるのかもしれないし、よくわかんないけど。僕あの1階の SS 席、一番端っこにいました、 A の1。同じ服装だよね、昨年の東京ドームとジョン。今でもやっぱり乗れちゃいますよね。こういう動画なかったから、まあ個人的に見たいなと思って、みんなと語れたらいいなと思います。気になってて、まあほとんどやっぱりこの本当目線これなんで、ジョンは1回でもやっぱ僕からしたら遠かったんですけど、フリー側だったんで。だけどああいう大きなスクリーンがあるんで、ピックアップはね、見れましたよ。何のピックアップ使ってるか、フロントかリアかセンターか。どんどんスピードが上がって、やっぱ生のライブはいいっすね。みんなが一生懸命東京に向かってこの日のために楽しみにして、そしてこのライブ一体となった瞬間ですよね。あのテレキャスもやっぱいいよね。ここかな、これ見といてください。ジョンがねしゃがむんですよ、この辺りから。もうちょっとか、しゃがんでるかな今。ちょっと見えないけど、
これしゃがんでるんですよ。これディレイ操作してるんですかね。ちょっとみんなに意見聞きたいんですけど、これ俺最初エフェクターなんか故障なんかなって思ったんですよ。わざとなのかな。これね、ハンマリングプリングでなんとか持ちこたえてるっていうイメージだったんですけど、わざとなんですかねこれ。多少なんか機材調子悪いんかなと思ってヒヤヒヤしたんですよね。だけど普通にこのまま演奏にキャントストップに入るんで、まあ、あれはああいうジョンなりの技だったんですかね。ちょっとわからなかったです。焦ったんですけど個人的に。やっぱキャントストップ昨年も見れたんで、2日目はアラウンドザワールドだったらしいですけど、キャントストップ見たかったんで良かったです。見ちゃうけど。やっぱライブはね、CD と違ってアドリブ入るんで、そこは僕は一番楽しみですね。ちょっと途中僕の声も入ってると思うんですけど、まあ、気にしないでください。安定のフリーとドラムのチャドですよね。この二人は本当に安定してるよね。そしてアンソニー。アンソニーがいないと、やっぱ、レッチリじゃないんで。この辺あの、ジョンのハーモニーが最初聞こえづらいんですよね。後で見返してもやっぱり聞こえづらかったんで。ジョンの声が出てないのか、それとも音響が悪かったのか、わからないですけど。歌いながら、ちゃんとストップ弾くの天才すぎるでしょ。改めて。一回はこんな感じなんですよね。やっぱ、ノリは、そこまでなんかな。うん、まあ別に僕もそんなめちゃくちゃ頭振るっていうわけじゃないから、まあ、こんなもんなんですけど。東京ドーム綺麗なんですよね。ほんとでかくて、振り返ると天井も綺麗だし人もいっぱい入ってて、うん、よかったです。どうしても古い曲やっちゃいますよね。ただやっぱり新しいアルバムの曲も聴きたかったですよね、もうちょっと。まあただこの辺の曲も聴きたいから何とも言えないけど、ただ個人的には僕昔のジョンのエフェクターかなりモーグとか繋いでた時の音の方がやっぱ僕は好きなんですよね。まあ、モーグとかかなり希少だし、まあ、故障したら大変だからもうあんま使わないんだろうけどね。FA 機が僕は好きです、音が。この辺多分、このフレーズね。この辺、よくライブ見てるんで、ああこういうフレーズあるよなとか、あのフレーズとあのフレーズだなとか見まくってるんで、やっぱり、うん、
ぱりジョンの手癖っていうのかプレーがやっぱりいいですね。多分大体ああいうギターソロちゃんとストップからで、ちゃんとストップのギターソロからギターリフに変わるときに歪みの音が切り替わるのが遅かったから、多分結構 DS2 とオスの技クラフト踏んでると僕は思いますね。めちゃくちゃ踏むからね、この辺何言ってるかわからないんですけど、この辺何言ってるんですかね、今わかりますかね、 YouTube みたいな、誰か翻訳してます。前回はワワオが翻訳してくれてたから何言ってるかわかるんですけど、何話してるかわからない。ベースだね、フリーの。あのフリーがやっぱり60何歳でしたっけ、もう切れまくってるよ、この人。次がスカーティッシュですね。スカーティッシュなんか僕は全然気づかなかったんですけど、 YouTube でチューニングで、チューニングが違うって言っておられる方がおられて、これ違いますか、ちょっとずれてんのか、僕はちょっと耳が悪いんで分からんかったです。このどの曲か僕忘れたんですけど、珍しくピックアップがジョンって大体リアか、まあ、フロント、まあ、メインがフロント使ってると思うんですけど、この辺であの画面にピックアップが出る瞬間があるんですけど、どの曲か分からんけど初めて見たんですけど、あのセンターピックアップ使ってたんですよね。多分僕の考察ではあれ狙ってセンターにしたわけじゃなくて、多分間違えてセンターになっとったんじゃないかなと思います。どの曲だったかな、映るんですけどね、記憶ではね、あ、フロ、あれだ、センター使ってるわって、あの声に出ちゃいましたけどね、当日ライブでも。ギターソロが3回あるんかな、スカーティッシュ。徐々にジョンって盛り上げていくんで、それも好きですね。1回目のギターソロ、この辺が新しいなと思います。この辺あんまり聞いたことないフレーズね、笑っちゃうよね、ああいう時。あ、こういうパターンで来るか、それが楽しいですね、僕は。2回目のギターソロ、この辺、この辺、これね、エフェクト使ってますよね、僕、ロータリーエフェクト使ってんじゃないかって思うんですけど、皆さん、いかがですか？
生の会場で見て聞いたら分かるんですけど、明らかにこれエフェクトを使ってるんですよね。エフェクター揺れ物系 DD500 に入ってるんですかね、こういうロータリーの。分かんないけど、分かる方は押してください。これこのエフェクターは僕初めて聞きましたよ。あ、このパターンで来るのがどうやって音出してんのってライブ会場で思ってました。いいよね、こうやっていろんなプレイだけじゃなくてエフェクターも使い方を変えてくるっていうのが、そこは好きですね、やっぱね。めちゃくちゃロータリーエフェクター使ってんだよな。なんだろうこれ、 C1 ではないよな、多分 DD500 にあるのかな、わかんないけど、あれディレイだから、ディレイだけどいろんな音があるし、モーグであんな音出るっけ、わかんないですね。でこの曲、まあ新しいアルバム、2個前のアルバムか、この曲僕好きですね。ベースはかっこいい、よかった。これ本当にフリーのベースがかっこいいんですよね。相変わらずのアンソニーの服って独特ですよね。なんか独特だよな、アンソニーしか似合わない服っていうか、これね、かっこいい、乗れるよね、ベースリフで。ジョンはカッティングでかっこいいんだよな、これ。これ何だったっけ、ストラト使ってるかな、ストラトかサンバースト。聞き入っちゃうけど。SD1 と DS2 とワザクラフトのファースト、マイクロアンプとビッグマフか、それが今のエフェクターの歪みのパターンですよね。この辺どうなんだろう、マイクロアンプだけなのか、それとも SD1 も踏んでんのか。マイクロアンプだけかな、わかんないけど、それか踏んでないのか。こういう新しい曲をやっぱりみんなに知ってもらうのはいいよね。綺麗な音出すような、これってなんかかけてるよね、エフェクター。ベースはかっこいい、なんだろう、コーラス C1 じゃないよな、 C1 かわかんないな。あとフランジャーか MXR の、I'm gonna go to the hospital.
来るかな、ソロが。ここね、このカッティングして止めるってミュートね、これかっこよかった。かっこいいんだよな、弾かないところも。結構弾きたがるプレイヤーは多いんですけど、ああいうところで弾かないのがな、好きなんですよね。前に出すぎないというか、かっこよかった。やっぱストラトだよな。ストラトじゃないとこの音出ないよな。まあテレキャスかストラトか、カッティングはやっぱそうだよね。かっこよかったです。で次がチャドのドラムプレイが、前回の東京では見えなかったんで、これは貴重でしたね。2日目もあったんだろうか。元気だよね、60代にして見習わないと。レジェンドだよね、このドラムも。そしてダニー・カルフォルニア、これやっぱ盛り上がるよな。盛り上がりました。あ、この辺ちょっと笑い声が聞こえたけど、ギタープレイが小ぶりがかっこよかった。かっこいいと笑っちゃうんですよね。やっぱこの曲はやっぱ外せないな。後ろは綺麗だったんで後ろ撮ったんですよ。こんな1階でね、まあちょっと端っこすぎて見えづらかったけど、まあ良かったですよ。ここのソロがね、ここね、このダブルチョーキングって言うんですか、あれ俺できないんだよな。あんなにかっこよく、まあ基本 CD 通りだったんですけど、1回目のギターソロはちょっと変えてるけど、だけどあんな音俺出せないな。チョーキングうまい、マジ。2弦を、2つの弦を同時にダブルチョーキングなのかな、あれ。あれかっこいいよな。以前はモーグ使ってたんですよね。マフか、モーグのマフ。だけど、今はないから、なくてもあのかっこいいチョーキングできるんですね。かっこいいよな。倍音が含んで、って思います。この辺もね、モーグで
昔みたいに本当はやってほしいですけどね、僕はクリーンで今はやってますよね。いいよね、こうやってライブ行くの久しぶりに行ったけど、本当あれかな、1年ぶりかな、ベッチリの東京ドーム1回目のあれ以来か、2回も行ってるからな、どんだけ好きやねんっていう話なんですけど、まあでもいい思い出になったんでよかったです。ギターソロ、この辺、まあ、聞いたフレーズだなって思います。この辺新しいかな、いや本当間違えてるプレー俺全然わからなかったけど、うまいよね本当、ミスなく、まあ、ミスしてもワオでどうにかなるんだろうけど、やっぱうまいよな、プロだから。こんなアドリブで間違えずにうまいっす、完璧なワオだよね、これ。もうと、組み合わせ。そしてトークか。これ、笑ってる人いるけど、何言ってるか分かってんのかな。何言ってんの、アンソン。分かんない。今聞いても。Japan. I know that we're the luckiest fucking band in the world because we get to go to Japan. Japan. Japan's fucking lucky.好きね。ギター弾きまくるので有名になったエディですよね。ライブでめちゃくちゃ弾きまくるんです、これ。ジョンは。ちょっとぜひ、ジョンのギタープレイ見たいんだったら、まあ、エディがおすすめですかね、ライブの。ヴァンヘーレンのエディを忍んだ曲とのことです。この曲だったかな、ピックアップ、センターになっとったんだよね。ちょっと、この曲か忘れたんですけど。まあ、センターだろうがフロントだろうが全然わかんないけど音が基本ジョンの音なんで、このなんだろうな、やっぱりアーム使うからさ、昔よりジョンがアストラートいいよなって思いますよね、アーム。ビッグスピンとはやっぱ違うよね、ストラトキャスターのアーミングって。ストラトキャスターが欲しくなるよね、やっぱレッジ聞くとライブ見ると。ノリが
まあどちらかというとそんな激しめじゃないから、まあ穏やかに聞いちゃうよね。穏やかにというか、コーラスもね、やっぱジョンのコーラスいいしな、綺麗な声してるよな。1回目のギターソロ来るかな、まだか、もうちょいか。しますね。ほんとね、弾きまくるからね、ほんとかっこいいよね。俺でも勝ってぐらい弾くからね、あんだけレッチで休止したのに。やっぱりギターは やめてなかったから、やっぱほんとうまいですよね。どうぞ。この辺 CD と全然違うもんね。そう、本当に基本フロントピックアップで弾いてんだよな、ジョンって。まあリアもあるけど、初めて本当俺センターピックアップ見たな。たまたまなんだろうけど、これ基本 DS2 の音ですからね、ワウと。欲しくなりません。まあアンプもそれは重要だろうけど、だけど家庭用のアンプでも DS2 とワウがあればこの音、まあ似せる、似せては作れますからね。だからマジで重要ですよね。プレイもピッキングも重要だけど、めちゃめちゃ使うよね。よくソロからギターリフに戻れるよね。当然だけどプロだから上手いよな。ただね、怒られるかもしれないけど、やっぱ1回目の僕、昨年の東京ドームの方が完成度高いと思います。イントロジャムはマジであれかっこよかったし、あのイントロジャムは超えれなかったし、うん、やっぱ全体的にやっぱ昨年の方が僕は好きですね。そして Don't Forget Me ということで、まあ途中までで動画終わるんですけど、これも本当嬉しかったんで僕の声が入ってます。あ、ディレイタイムいじってる、 Don't Forget Me だ、わかるんですよ。来るのかって、この辺でね、嬉しかったな。マジマジって来たー来たーって嬉しいよな、嬉しかったもん。まあちょっと途中で終わるんで残念ながら、まあ総じて
結構皆さん東京ドームに行ったようで、知ってる方が東京ドームで集まったっていうのは、まあ全然会えなかったですけど、良かったです。みんながこの同じ会場でこの音を聞いて、この人たちを見て出会って、本当に良かったですね。またこうやって何年かに1回集まれたらいいですよね。そのために日々頑張るというか、良かったです。はい、ということで、東京ドーム感想でした。まあ本当に良かったですよね。まあライブはいいですし、やっぱ人との出会いもいいしね。やっぱ音源だけじゃわからないものがありますよね。リアルな人や音が出会うことで何かが生まれるんじゃないかなと思います。まあ、また東京行った、他にも行ってるんで、ちょっとまた別の動画で皆さんとお話できたら、共有できたらいいなと思います。また引き続き僕のチャンネル見ていただければ幸いです。またお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。